多くの人が駆け寄っていました。はい、まあ、中通と補正でございます。日時はですね、2022年7月のですね、今日8日でございます。金曜日でございます。はい、もうですね、皆様、ご承知の通り、今日のですね、午前11時半頃ですね、安倍晋三元首相、67歳がですね、11時半頃、奈良市でですね、街頭演説中に、襲われた事件でございます。はい、襲われた事件でございますけれども、国内メディアに、ね、よりますと、銃で撃たれたとみられ心肺停止状態だとされる、岸田首相はですね、安倍氏の容態について深刻な状態であると聞いているというですね、会見が始まる模様です。はい、今からですね、病院の会見が始まるそうでございます。本日会見いたしますのは、吉川公彦附属病院長、それから、福島、秀忠、救急診療科、部長、この2人になります。それではまずはじめに、福島、先生の方から今回の、内容をご説明します。はい、それでは私福島の方からお伝えさせていただきます。安倍晋三氏ですが、本日12時20分に、先日で救急センターに搬送されまして、病院当初に心肺停止状態、当救急センターにおいて、蘇生処置をいたしましたが、残念ながら5時3分にお亡くなりになりました。来られた際に、頸部2箇所の銃創がありまして、心臓及び大血管の損傷による心肺停止と考えられました。当センターの方で、止血物、大量血を行いましたけれども、残念ながらというふうな結果になっております。以上です。はい、側面からの説明は以上になりますが、記者の皆様からご質問等ございましたら挙手をお願いいたします。マイクが、お席の方があります。マイクが、マイクが待っています。マイクが待っています。午後何時なんていうんですか。ちょっと聞こえない。ちょっとマイク入ってますか。入ってます。邪魔した時間ですけども、午後何時何分ですか。午後5時3分です。どうもありがとうございます。向こうの方は、向こうで言われてる方は、全部傷っていうのは、こちらはどのぐらいの傷かで、ちょっと今マイクがお手元にしますので、ちょっと待ってください。で、報道者名を先に名乗っていただけますでしょうか。読売新聞の記事って言いますが、首の手があった傷っていうのですが、場所はですね、この真ん中のところから少し右、真ん中のところから少し右の2箇所です。大きさは非常に小さいです。はい、他にいかがでしょうか。はい、じゃあ、歌が入ったら、はい、マイクお手元にしません。ちょっとお待ちください。マイク行きますか。マイク行きますか。あ、はいはいはい。はい、県立医科大学の会見の模様をお伝えしています。すみません、関西テレビの池谷と申します。銃で撃たれたということなんですけれども、そのいわゆる傷の深さみたいなのは教えていただけますでしょうか。深さというのはその心臓にまで到達する深さ
ですよ、ご理解いただいたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、何かの NHK の安土と申します。4時間半治療に渡られたということなんですけれども、搬送された時にご容体はもうすでに厳しい状態だったんでしょうか。いかがですか。はい、当院に搬送された時点で心配です。それから救急隊と、それからあとドクターヘリが接触した時点もかなり心配です状態があったと。搬送されたその時点で救命の可能性はどのというのを考えてみま、救命の状態は重症ということですが、やはり厳しい状態であるということが予測されました。ありがとうございます。資金取りでということだと思うんですが、というか、殺意というか、重症からすごく感じられたのはあったんでしょうか。私が見たのはその傷だけです。そこは分かりません。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、奥の方に挑戦です。ABC テレビの太田と申します。搬送されてから死亡が確認されるまでの4時間半少しの間、どのような処置を具体的に行われていたのでしょうか。基本的には胸部の止血、手術ですね、それから肝油の輸血、この2件です。はい、他にございますか。じゃあ、こちらの何でしょう。はい、奈良県放送堀江でございます。大量の輸血を、大量の輸血をすることなんですが、量としてはどれくらい輸血をされたでしょうか。100単位以上です。100単位というのは、ミリリットル。ミリリットルで計算はちょっと今すいません、できません。100単位以上とお回答させていただきます。はい、ありがとうございます。では、またなんかの、朝日、あ、ちょっと。ご家族ですね、病院に駆けつけられたというふうに、聞いておるようになっているけれども、今ほどのその状況等のご報告もすでに先生方のところでご家族様にもなさったんでしょうか。はい、こちらで済ましております。そうですか、ありがとうございます。中日新聞の福本と言います。先ほどのご家族にご説明されたという時なんですが、ご家族の様子は、具体的に奥様が来られたという情報があるんですが、どういう状況だったでしょうか。様子を教えていただければと思います。私がお伝えしたのはその病状とその経過のみです。それは分かりません。はい、お伝えございますか。じゃあ、こちらの新聞の方、朝日新聞の浜は体内に残っていたんでしょうか。手術してるときに弾丸の方は確認できませんでした。その後はちょっとまだ今後の結果で分かることはあるかもしれませんが、手術には分かっていません。はい、お伝えしてくださいました。じゃあ、こちらの前の方向かって、すみません、NHK の藤田と申します。報道とかでも2発発射されたということになっているんですけど、そのうち、2発のうちどちらが致命傷になったのかという、2つ傷があるということなんですけども、どちらが、手に受けるか。それはちょっと分かりかねます。分かっているのは、重傷と丸傷が2つあったということになります。その傷が先ほどお伝えしたように胸部に心臓大血管にたどり着いたため、その心臓大血管を損傷したために出血をされたということでございます。はい、お伝えございますか。はい、行けますか。まだ言えないのか。
実際の傷を確認いただきましたが、本当
基本的には2つあって、その距離的には5センチぐらいなものです。はい。ありがとうございます。はい、他に。はい。読売テレビです。先ほどの質問されてなんですけど、政府が、到着してからの、安倍さんの元首相の状態についてもう一度お伺いしたいです。今ずっとお話しさせていただいたことと同じことを説明させていただきます。ずっと心配で、はい、そうです。他にございますか。読売新聞は責任していますけれど、この処置ですけれど、止血と輸血をされたということですが、止血はできたけど亡くなったのか、止血できずに亡くなったのかというのは。止血がコントロールできたところもあったんですけども、大量に出血されておられるので、すでに血液もが固まるといいますか、凝固する力も失っている状態でしたので、いろんなところから出血をするというような状態になってましたので、完全に止血ができたということは言えないかなと思います。ただある程度大きな血管のからの出血はコントロールまでできたんですけども、残念ながら心拍は再開しなかったということです。はい、ありがとうございました。はい、すいません、再び毎日放送の申し訳申します。救急隊の方が来られるまでに、現地の方々が AED などの処置を行ったと聞いているのですが、そういった処置に対しては適切だったと思われますでしょうか。当院に搬送されてからのことしかちょっと分かりませんので、その辺のところはどういう状況だったのかすみません、分からないようお答えできません。ありがとうございます。もう一つだけいいですか。もし心臓などにこう、銃などで撃たれた場合、そういった場合は一般的に心臓マッサージやそういった心臓をこう蘇生させるための措置というのはする方がいいものなのでしょうか。はい、一般的にはそうだと思います。ありがとうございます。はい、ございました。はい、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。大臣の松田と申します。この下方で報道では集中治療室で治療が行われるということなんですが、実は続きはこちらに到着されてからずっとお亡くなりになるまでずっと共に治療されていたことでしょうか。それとも集中治療室には入れませんでした。外来処置室のままです。外来処置室のままです。はい、他にございますか。はい、あちらです。はい、あちらです。始めることのリンクになって、今回その撃たれた現場で即死したというふうに理解していいでしょうか。撃たれた現場で心肺停止状態になったというふうな表現になるかと思います。ここに到着した時点では手遅れというふうな言い方をしてもよろしいでしょうか。すでにそのかなり大きなその怪我があったことには違いありませんので、そういうふうな一般的にはそのご理解になるのかもしれません。我々としては心肺停止状態ということで対応しています。亡くなられた状態として扱っておりません。はい、では関西テレビです。すみません、先ほどちょっと聞こえなかったんですが、集中治療室ではなく何室で処置をされますか。外来処置室です。外来処置室なら県立医科大学附属病院の会見、テレビと同時にお伝えしました。